どうも、ごまみれです。えー、ご覧の通りなんですけどね。まあ、昨今、YouTube っていうのが社会的に認知されてきて、で、まあ、プロだったり、素人だったり、いろんな人たちがこの YouTube で活動しとるわけだけど、うん。あのー、俺もね、別に、あのー、彼女自身を好きとかそんなわけじゃなくって、まあ、たまたまおすすめ欄に出てくるくらいの、えー、なんか、なんていうのかな、見解というか、 んんて言えばいいんだろう、うん、おすすめに出てくるくらいしか目にせんのやけどねそのほら釣りのプロとかさそのメーカーの人とかが、えー、個人の YouTuber とかとコラボするとかさ、うん、そういう動画がねまあもう当たり前になってきとってさ最近では、うん、でいろんな動画がね作られてるんやけど古都ピーとかまあ他の釣りガールも同じなんだけど うん。あの、なんて言うのかな。まあ、他の釣りガールは置いといて、うん。こうやってね、釣りの実力者の、あの、こういう彼女をね、なんて言うの <laughs> あの、なんかやたら女として使っとるのよね。YouTuber って。うん。まあね、あのー、 ほら、釣り YouTuber。まあ、気になる人は釣り、何でもいいから、釣り YouTuber のコメント欄っていうのを一回見たらいいと思う。うん。まあ、すごいよ。うん。あの、あえてここではちょっとオブラートに包むけど、すごいよ。うん。まあ、そうやってね、それが需要になってるわけだから、ねえ、あの、仕方ないっていう言葉で片付けたらすごい失礼なんだけど、うん。なんかね、ほら、 彼女ね、密避に関しては、ほら、実力めちゃくちゃあるわけやねんか。ね。あの、普通に魚釣れる人やねんか。なんか見てくれだけの、見てくれだけのアイドルリストル、なんか釣り女じゃなくてさ、それなりにね、あの、実力もう伴っとるわけさ。そのまま普通に釣りさせればいいのにさ、なんか、彼女と、彼女目線って彼氏か。彼氏目線で、なんか彼女と、なんか、 ねそういう匂わせ系のなんかタイトルだったりサムネだったり、うん、そういうのをするわけよ普通になんか魚つらせてワーンって掲げとったらさ、ね、それだけで絵になるわけやねか、うんかけどやっぱそういうなんか、ね、夏の終わりを彼女と過ごしてみたみたいなわけのわからんしょうもない、ね、タイトルとサムネとで釣っとるわけよ、うん、なんかかわいそうだよね ほら、アイドル売りしとる人間とかだったらまだわかるけどさ、ね。タレント的なうん。趣味釣りのタレントみたいな。だったらまだそういうマーケティング、ブランディングってのがあるから、まあ仕方ないっちゃ仕方ないんだけど、うん。こうやって釣りの実力者である彼女をなんかそういう女として使う。まあ動画を見ればね。動画の中身を見れば、その、なんて言えばいいんだろうな。ちゃんとね。 ももしかししかかたら釣っとるのかもしれんあんまそういうのってみんからさ俺。うん。けど、なんて言えばいいのかね。タイトルとサムネは YouTube においてタイトルとサムネってすごい重要だからさ。うん。それにおいてなんか彼女を女として、ね釣りの、釣りの動画なのに彼女を女として匂わせで、なんかそういう下心なの男たちを釣りますみたいな。うん。なんかかわいそうだよなと思って。 別になんか釣り人に男も女もぶっちゃけないわけやねんか。うん。本来ならね。うん。けどなんかね、ねやっぱ女の人は、女の人で、ま、あいろんな見解があるのは視点によってバラバラだからさ、見解なんて。俺の視点ではこう映っとるし、ね。あの、もう釣りを皮切りに、あの、なんていうのかな、自分を売りたい。うん、お仕事を。 ね、芸能で活躍ってか活動したいっていう人に関してはまあどん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 ねあのー、服がねあの服の布地が薄くなっていくわけよ <laughs> 言い方悪いけどねうん,うんまあまあほら釣り人はおっさんばっかだからさまあそういうねあの下心のあるものを何て言えばいいんだろう使うっていうのはねそういう匂わせ系なうん 物を使うののって間違いいではないのよ、うん、マーケティングとして正しいわけよ残念ながらねうんけどなんか俺はあえてここでねあのー、かわいそうだなってうんなんか思うよね、うん、だってね男の釣り人とかだったらさね魚釣ってさなんかあのほら メディア、メディア持ちというかさ、あの顔をさ、なカメラにワーン近づけて、尻尾を遠くすることによってさ、ね、なんか、30センチくらいのバスも、バスつちいって言っ,ってしまったけど、<laughs> 滑舌大丈夫かうん。ね、その、なんかね、ちっちゃい30センチくらいの魚でも、40センチにも50センチにも見せるみたいな、そういうサムネとかさ、男の場合はそんなね、なんか、超過で示そうぜみたいな。うん。ね。 そのサムネイルに映っとる魚が大きければ大きいほど再生数は高いわけよ。うん。けど女の子が出とる場合はね、まあ女の子。うん。まあ、女が出とる場合はさ、どうしてもやっぱそういうところに行くよね。うん。かわいそうだよね、なんか。いつになったらそれが逆転することやら。うん。まああれなんかね。 あのー、釣らせる、釣らせたら負けること分かっとくから男としてのプライドが許せんのかね。<laughs> うん。ね実力で負けたらほら、かわね男としてはね、立つ瀬がないじゃないですか。いやー、実になんか、まあ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 、ね。相手が男だからしゃあないっちゃしゃあないんだけど。 なんか悲しいよなーって気持ちになった。うん。そうやってなんか、その、まあ、ぶっちゃけで言うと、性的な商品に使われる <laughs> うん、性的な商品に使われるっていう場面をさ、なんかこうやってね、もうそれが、それじゃないと、女の釣りの人は生きていけないみたいな風潮になっとるわけやねんか、現状。だからこそ、どん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 脱いでいくわけよ。 うん,うーんなんかそこに対してまあまあ俺は憧れんしもしかしたら女の目線からしたらねなんかそういう男にちやほやされとるそのものを見て憧れるんかもしれん。うんまあ下心あるおっさんとかあの性的な経験が乏しいガキからしたらねなんかうおーってなるかもしれんけどうん。 いやー、なんかね、かわいそうだなーって思う。関係ないんだよ、その、魚釣ったらかっこいいんだよ、やっぱ。うん、男と女とか。でも、言い方悪いけど、なんか女の子が大きい魚釣ったら、女なのにっていうちょっと頭が入ってしまうのが、えー、まあ、申し訳ない気持ちも確かにあるんだけど、うん。 やっぱね、その、実際さ、ね、釣れなくてもさ、ね、その女の子がさ、ほら、男と違って力がないからさ、そのね、例えば例を挙げるんだったらさ、えー、バリバスっていうね、あの、糸のメーカーがあるわけさ。そこのね、YouTube のチャンネルで、えーと、空なさゆりさんだったっけなその女の子がね、もう、 青もん釣るためにさもう、もう全身でね、もうぐーって竿を抑え込みながらさ、ね、もう海に引きずられんように、魚に負けんようにさ、もう、もう男だったらある程度踏ん張ればいいけどさ、ね。 足腰で踏ん張れはなんとかなるけど女の子の場合はそういうもんいかんからさもう全身使ってもうガーって座り込んでまでさもう必死にファイトする姿ってさやっぱ見と見とってね感動するものがあるのよわすげえなーって、うん、頑張れってなるわけようんけどそうやってなんか性的な消費物として扱われるって何かすごいうんもったいないしなんかかわいそうだしうん ね、仮にそういうさ、あのー、サムネイルとねその動画で,で動画じゃったサムネイルとタイトルで釣っとったとしても、ね、実は本編でさでかい魚釣ってますみたいな話だったらさねじゃあそっちの方をサムネイルにすればええじゃんって話になるわけやねんかそのね本編で大きい魚釣っとくけどその女っていう要素の方が魚釣るよりも男が釣れるっていうねうん。 そういうことに納得からそういうチョイスになるわけで。なんかこういう風潮って、まあ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 、なくならんだろうけど、なんかかわいそうだなって。まあ本人が納得したらそれでいいんだけどね。うん。本人が納得しとって本人の意思でやりたいって言っとるんだったらまた話は変わってくるけど、実は本人がこらえとる部分がちょっとでもあったらそれはもうなんか悲しいことだよね。うん。世が世なら、 セクハラが成立するからな。お <laughs> っきい魚。私、本編でおっきい魚を釣ったのに、タイトルやサムネでは女として扱われとるって。釣り人としてのプライドは傷つく。これはセクシャルハラスメントだって言われたら、多分ん、の根も出んだろうな。うん。まちょっと10分くらい、だらだらと喋っちゃいましたけど。なんか悲しいよね。うん。やっぱ、頑張っとる子が一番ね、あの、男でも女でも、頑張っとる人が一番、 なんかしに構えるわけのわからんやつよりは頑張っとる姿を見せるのが一番メディアとしてねあのいいからさもっとそういう動画が増えてきたらいいなって思いますうん。 こんなに魚を釣れるんだっていうのをさ、やっぱこういうメディアのね、インターネットの時代だからさ、それをバーンって発信することでさ、やっぱ同じ女の子はね、わあ、私でもこんなのが釣れるかもしれんっていう憧れになるわけだからさ。うん。まあ、そんな感じのお話でございます。はい。以上、ゴマミリーでした。うん